習チャンネル。一切自慢要素がない自虐ネタみたいなのをぶち込むと結構いいんですよ。年収チャンネルにおいて山本くんの立ち振る舞いを見てると非常に辛そうです。これ以上 MC としてレベルアップできそうというのができなそうもするので変えてあげましょう。これはね、分かってないですよね。年収チャンネルで山本は絶対必要ですよ。まあなんで必要かっていうのが分からないのはレベルが低いと思う。よく考えて逆にめちゃくちゃ人数がいる中で山本はひたすらに僕の信頼をずーっと持ち続けてるわけですよ。これって僕が言うのもすごく痛いかもしれないんですけど、こんだけ数がいる中であそこまで信頼を得続けるって結構難しいことなんですよ。じゃあなんで信頼続けるかって、彼は与えられた役割、自分が求められてる役割っていうのを愚直に遂行できるんですよ。あそこで、そこまでレベルが高くない視聴者のためにも、自分が共感できる、自分を置き換えることができる存在を一人作ることで、山本が詰められてると、自分たちが詰められてるっていう風に共感できるじゃないですか。全員優秀キャラだったら、ひたすら上から言ってるチャンネルなんだけど、あそこで自分の身を投影できるキャラクターがいるからこそ、年収チャンネルを見せた時に、あ、なるほどと、山本の立場になって自分を置き換えて見れるわけですよ。 YouTube っていうのはめっちゃ有益なコンテンツか共感できるコンテンツしか生き残れないんですね。要は上から目線でただ語るチャンネルだったら、孫正義さんが会員入ってきたら速攻終了するんですよ。だけど自分が共感できるコンテンツになったら、孫さんがもっと有益なことを言ってたとしても愛着が湧いてコンテンツとして継続できるわけですよ。だから今山本が与えられている役割っていうのは、視聴者と目線を合わせることなんですね。端的に言うとポンコツキャラですよ。そこのキャラクターをある程度ストックさんでバキバキやってて、ちゃんと先輩からの評判だったり信頼を得てる中で、そのキャラをやれって言われて、プライドをそこで出さずに愚直にそのキャラを遂行できる人材、これが山本の一番強いところなんですよ。それが今信頼につながってるんですね。あれを普通にただのポンコツキャラって見てるうちはまだレベルが低いなと思いますね、僕は。なるほどね、その観点考え方がなかった。俺も雑魚ってことはな。頑張れやん、音。そうだよ、頑張れやん、音。何を持ってゲームのトライにしているのを続けてるんですか。志願者のレベルが低くて時間の無駄じゃないんですか。もちろん出てる目的は何個かあって、ワンチャン投資先が見つかったらもちろんいいし、実際今まで2人繋がっててそこは繋がってよかったと本当に思ってますよ。で、あとは令和のトライに出ることで露出も増えますし、損することはあんまないですね。時間がちょっとかかるぐらいなんで。実際オンラインサロンも令和のトライで僕を知って入ってくれた人とかもいるのは事実です。そこまで想像できないとまだちょっとレベル低いなと思っちゃうんで、ネット上にあるコンテンツ必ず何かしら目的があってお金が動いてるんですよ。それをどういうステークホルダーがいて、どういう構造でお金が動いてるのかっていうのを見てパッとかかるようにならない限りは稼げるようにならない、絶対無理。20年後どうなっていたいですか。幸せに生きてたいですね。その時幸せの定義は何か自分次第だと思う。その自分が考える幸せを実行してたいですね。僕ずっと幸せの定義って時間と金に余裕があることだと思ってたんですよ。で、今それどっちも手に入れました。次幸せの定義何にしようって考えてる感じですね。エンジニアでコードをかけて医学部生です。学生ならどんなビジネスをしますか ?300 万自己資金あります。自分でスキルを活かしてビジネスをしようと思ってる時点でちょっとまだレベルが低いなと。スキルがある人を使うのがビジネスなんですね。もっとコードをかける能力がある人がいると。その人を使わずに自分でやるってなった瞬間にレベルが低くなるわけじゃないですか、サービスの。サービスの品質より経費を気にしちゃってる時点でビジネスは勝てないんですよ。自分のアセットだけで戦おうとすると基本勝てないですよっていう話。お金持ちに共通する振る舞いはありますか？自責。とにかく自責。あとは何だろうな。人のことを基本的に見下してますよね。僕は言語化して YouTube で発信とかして性格悪いだなんだってよく言われますけど、僕よりみんなもっとえげつないですからね。人だと思ってないですよね、みんな。だって人を低賃金で雇うって僕自分がされたら嫌だからできないんですよ。自分がされて嫌なことを人にできないんですよ。報酬は高めに高めにっていうのをなるべく意識してるんですね。だけどそこに一切抵抗なくできる人もいるし、嫌だったらやめろって言える人もいるし、そういうの見てるとやっぱ僕とちょっと違うなって思ったりします。特定多数に対しては誰も傷つく人がいないから言いたい放題言うんですけど、傷つく人がいることはあんまり言いづらいっていうのがいい人ぶってる部分はありますけど、実際それあるんで。ヒカル小野さん、あ、サロンの方ですね。月末近くになるとプロパーの人たちがサブロック協定の稼働調整で休みに入り、このしわ寄せがサブコンのフリーランスにします。仕事の愚痴じゃないですか。
僕はなかったっすけど、僕でも結構こういう仕事の時によく考える考え方があるんですけど、例えばクライアントさんの社員がポンコツでストレスが溜まる時が仮にあったとしたら、僕はなんて思うし、なんて言うかっていうと、その社員たちが優秀だったら、俺らの仕事ないんだぜっていう、社員の人たちがめちゃくちゃ働き者で、フリーランス並みに働きますってなったら、需要がなくなるというか、サブロック供給とかあるからフリーランス入れとかないと不安って思うから仕事がある。なので基本的にはクライアント先の人間がお仕事が上手じゃないことは僕らからするといいことだという風な考えを僕は持ってます。その広い経営者人脈で炎上マーケットするのしんどくない？実は一線は超えてないんですよね、こう見えて。僕のこのマーケによって新規の機会損失が生まれてた場合はわかんないですけど、既存のお客さんが嫌な気持ちになって仕事が止まっちゃうとかっていうのは過去一度もないですね。むしろファンになってくれることの方が多いです。じゃあ、ももさん、超えてる時あるよと。僕からすると、じゃあ、ももさんは、ここで匿名で、こういうコメントをしてる時点で、おそらく、決裁権とか持つようなレベルじゃないんですよ。じゃあ、ももさんが感じている感覚と、決裁権者が感じる感覚っていうのは、ずれてるんですね。じゃあ、ももさんは、本質を理解できてないレイヤーにいる方なので、無意味なんですよ。じゃあ、ももさんの意見っていうのは、一線の数もないというふうに僕は思いますね。ラララさんがその下で、じゃあ、ももさん、どんまいって言ってますよ。お前も相当ドンマイだから、これを書くのもさ、5秒ぐらい使うけど、でもこれってさ、価値ゼロじゃん。お前5秒は無駄にしてていいって思ってる人だから、なんかね、時給低いんだよ、ラララの相当。J モモさん、株元スキャンダルねえかな。残念ながらね、ないんですよ。品行方正ですからね、僕ね。メールで済むような案件にもかかわらず、わざわざ電話してくる人には何て言えば電話をやめてもらえますか。あなたが大物になることですね。舐められてるんです。要は何か嫌なことをされたら相手に嫌だっていうよりかは自分が大物になる。それも自責なんですよ。人を動かせないっていうのは自責です。個人で稼いでる系はいくら稼いでも一段下に見ちゃいますか。そういうことはあんまりないですけど、僕が目指す方向とは違うっていう感じですね。個人で稼いでるっていうのは必ず虚しくなるんですよ。特にアフィリエイトとか手取りとか本当に人と関わんないんですよね。お金はあるけど自分がお金持ってることを誰も知ってくれないし、だから SNS で承認欲求を満たしたくなったりとか、ブランド物で身を固めたくなったりとか、夜のお店でいっぱいお金使いたくなったりとか、何かしらに行っちゃうんですよね。人といっぱい関わってるとあんまそっちに行かない傾向はある気がします。ラスイチ元山、個人のアドアフィリで月売り200万出せるようになったんですが、ゴミをゴミに売りつけるフェーズから抜け出したいです。どのようなキャリアを歩んだらいいですか？アドアフィリはね、ゴミをゴミに売りつける商売だからね。ということで、ありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。全社募集中。概要欄をご覧ください。